はい、シューチャンネルのシューです。今日も一日楽しんでいきましょうということで、令和元年8月11日、福岡県宗像の方で開催されております、メダカの、ね、即売会イベントにやってきました。こちら即売会ですね、主に業者さんが出されているので、一般種からね、非常に珍しいものまで幅広く揃えてあると思いますので、中に入ってね、早速で、商品等々で見ていきたいと思います。まあ、ちなみに今ね、お昼のもう12時なので開始が10時からでしたからね、2時間ほど経ってますんで、だいぶ人も落ち着いてると思いますので、今日はね、子連れ参戦ということで、事故がないようにね、気をつけながら行きたいと思います。しかし今日はね、天気が良くてすごく暑いです。こちらね、宗像ユリックス、という会場でね、非常にね、屋内で、開催されていることでね、子連れには非常にね、優しい、イベントだと思います。うん、どこでやりよっちゃろうね。あ、すいません、どうぞどうぞ、もう行きなさいよ、早く。せいちゃん、すいません、ほら探すよね。どこでイベントしよっちゃろか。ここだね、ここ、ここ。はあ、うん、はい、ありました。夜桜も結構多色ですね。うちの夜桜はどっちかというと真っ黒なんで、ここの見ると黄色くて、ここは、ね、うん、これ入れとるけ、うん、あれだけど、はい、また色がね、そうだけどやっぱり黒いのね、ますね、うん、黒いのじゃね。あー、いいですね。オーロラの血が入ってるからこうやって色がいろいろ変わるんですよね。ちょっと容器で全然色が違うから。大目びなブルースターダスト。七つ星って何なんですか。これはね、すいません、みゆきの光体験。はい、禅とかとはまた違くて。いや、全く違う。オリジナル。オリジナル、うん、そうなんですね。自分は業者さんとかそういうの全く分かってなくて、まだまだ勉強中なので、これをね、はい、これが、透明瓶、はい、に今年かけた、うん、だから黒っぽいのしか出ない、赤いのが、ああ、そうなんですか。赤が欲しかった。みゆきの赤っていうのもなかなかいないですもんね、今は。繁殖体外光だったらばって、ここら辺は何なんですかね、名前がシェンロン、どういう魚なのかが。五色系の、あ、五色系ですか。はいはいはい、はい、あ、五色系なんですね。うん、結構五色もなんかいろいろ交配させられてるのが出てきてるから、最近ちょっと分かんなくなってきたんですけど、うん、ちょっとシェンロン気になりますね。これは値段は安いですけど、 F1 ってわけじゃなくて、もう光体系で五色固定しててうんぬんかんぬんって感じですか。うん、使えますね。ありがとうございます。極みブラックのヒレナガがカムイにしては、なんか顔がなんか白い、あ、青いのが大きな、あ、そういう区分けなんですね。さっき白姫とかが少し人気あるのか、別会場でも即売れしてたんで、ああいうのってどうなのかなと思うんですけど、うん、なんかパッと見似たような表現系がいるはいるからですね、夜桜とかそこら辺にも。ああ、でもいいですね、ヒレナガデカ、面白いですね。うん、ああ、いろいろ、あ、このサイズがいいのが、うん、はい、なかなか大変ですよね、持ってくるのも。持ってくるの、うん、わかります。はい、結構他の方たち、その100均のカップに入れて、うん、持ってきてたりしたんですよ。なんか選別するだけでももうなんか頭痛くなるって言ってました。うん、うん、
ヒレナガが豪華ね。あ、このアルビノもいいね。ほら、ほら即戦力ばい。ブリブリしとる。うん。シュウさんですね。あ、はい、すいません、お世話になります。今日はなかなかオルケンが、はい、すいません、コメントありがとうございます。今日2軒はしごなんで、なかなかスケジュール、夕方から親戚の集まりもあるけん。あ、ないです、ないです、はい、ちょっと体鍛えすぎちゃって飲みたくなっちゃったんで、なんせ自分でも特徴ないかと思ってたんですけど、だいたい話してると気づかれて、動画でちょっと2割増しぐらいなまるようにしてるんですけど。吸収だぞっていうのをですね、うん、本州の人たちがね、本場っぽい雰囲気が出てるからね、吸収だぞっていうのを強調しようと思って、はい、あります、あります、夕方からちょっと子供 の親戚の集まりがあるんで、あんまりちょっと油売ってると嫁さんたちに怒られるんで、うん、はい、そうなんですよ。だからですね、結構みんな見てるんで、あのそこ期待してる人たち結構多かったんですけどね。はい、はい、あの言ってください、いつでも、はい、 ありがとうございます。言うの人も、ヒレナガが多いですね、ほんと。で、ヒレナガ、うん、なかなかね、数を持ってくのが大変やろけ。一番ちょっと手のかかる子は見なない関係ですね。今日はもうあまり撮影は期待せずに。ざっくり見れたらと思って、お店の方に、はい、はい、あ、もうぜひよろしくお願いします。その時はなるべく連れてこないようにしますって。いつひっくり返すか。もういや、もう大変ですよ、慣れてきたらもう容赦ないから。うん、うん、ちょうど伊藤さいさい、あの城南区住んでたんで、学校があっちだったので、はい、よく出入りしてていいですもんね。よよ、今の嫁さんとデートしてました。ひとさいさい行ったりとか、うん、あとちょっとあのカフェ巡りしたりとかですね。糸、うん、島ゆかですけどね、うん、いやー、陽気日のアルビド、あ、綺麗だわ、うん、こう光で目パンタ、そらさ、うん、メスだけになった。うーん、あー、これもいい、ね、もったいない子ね。おー、やっぱ豪華なくじですね。うん、今週から旅行、金曜日サタン、うん、極み流も出た、おしき、うん、19番夢桜って読むんですか、ね、これはどういう夜桜のスワロータイプの人も、あー、スワローですか、ああ、ヒレが、あ、これ1000円でいいんですか、で出します、あらら、安いですね。たまにあの、なんだかな、白姫っていうんですかね、白姫っていうんでしょう、顔の白いタイプのやつが最近人気はあると思うんですけど、なんか似たような表現系はあるんですけど、どういう流れか分からなくて、パッと見これが顔がもっと白ければそういう風に見えちゃうのかなと思うんでもないもんで、うん、遺伝的に違うのかなっていうのがちょっと疑問なんですよね。ほら、せい君、そういうのはマジやめて、お前いつひっくり返すか分からんけん、恐ろしくて恐ろしくてね、分かるか、うん、見ていいよ、見ていいよ、見ていいけどね、頼むよ。あー、ここら辺は高級品ですね。三色ラメ、大外光、紅白ラメ、トークン、うん、あー、龍の瞳よかの、うん、この一周光ラメっていうのは光体系のみゆきのラメ、うん、ね、あー、すんごい綺麗、
方式。はあ、うん、サタン。すいません、このサタンヘテロゼウスっていうのはアルビノがヘテロってことですか？ですね、これはゼウスと一回かけてるんですよ。ああ、な、透明輪とかそういうのが分離するような。あ、じゃなくて、まあ、結局ちょっとゼウスの曲がりがきついところかな。なるほど、修正かけます。修正かける意味で、まあ、これが結局ヘテロになったよ。なるほどですね。これで見てて。うん、見せてあげるよ。ちょっと待ってね。おい、飛び跳ねるな。マジで、鼻までほじるな。おい、頼むけ。ね、セイク。なけも言って。あ、いいね。黒百式くん。ラメ、琥珀ラメ。聖君はさ、その出品者スペースに平気で入ってくるのやめてくれないか。さも当然のごとくさ、うまいね。うーん、あら、大天候か、いいね。ねえ、あ、CB キングがおる。あ、CB キング結構お安くなってますですね。へえ、おお、あ、ウコン歌舞伎だ。初めて見ました、まともなの。なんていうんですかね、選別未選別のもので見たことあるんですけど、結局大概こう乗ってないんで、なんていうか、あれオーロラなんですかね、何の血が混じってか僕もよく分かってないんだけど、その辺がなんかカラーリングが、まあ、ウコン歌舞伎なんだけど大概こうがないよねっていうのしか見たことなくて、そういうの多いですよね。あの、この子今ねアイスを食べてきてるんで、絶対腹壊すよ。メビナスワロー、お、ライコー綺麗ね。うん、ベニラザミ、うん、かわいいでしょ。お、青蝶光、かわいいよ。いや、まだちっちゃいんで、今からパッと伸びて、めちゃくちゃかわいい。ほんとヒレナガが増えましたね、品種の。これすぐ使える。知らぬ光体系の普通体型ですかね。普通体型かな。これ兄弟です。こっちはちょっと詳しい。困りましたね。うん、確かに違いますもんね。色彩が似たようなのはいっぱいいるけど、あとよう増えてくれるドラゴンブルーは。いいものってなるとね、やっぱりね、またあれですけどね。あー、オレンジ白ラメ、あー安いっすね。田中さんのところはもうえぐいのがいっぱいおるけんが。お、紅玉コマメ、ペア、あーいいね。やっぱこう安心して見れますね、安定感ありありよね。うん、わかった。ちょっと待っとけ、5分だけでも自由にしてくれ。うん、紅玉、うん、こまめ超新星。
ありえるやんね。ん？ありえる4000円ですか。安いっすね。前即売会で見たとき2、3万やっぱしましたけどね。はあ。それがちょっと良くないですか。まあお祭り価格ですね、本当。ほら、ね、ついついちょっと手が出さえ出ちゃいそうだけど、ね、我慢せんにゃいかんよ。ダメばい。はい。これと同じ。ああ、すごい。大概この海苔半端ねえな。これゴーストっていうのはヒレナガの透明鱗の黒のラメですね。ダイヤのヒレナガ。あ、でも完成度高いですね。ここまで揃ってないですもんね、まだ。弁天もらっしゃる。おー、乙姫、綺麗ね。すごいね。あ、またあるの、ね、緑光、オーロラ、錦。暑いなまたイベントが。あ、恋ボタルであるんですか。はいはいはい。あ、これだったら私すごい近くだわ。休み取れねえな、そこなんだよね。9月15日、本当ね、9月10月はねイベント目白押しだから。あー、いいですね。ちょっとチェックしとかなね。中場ではないんですけど、なんかいつの間にかそういう風に言われなんてねえ。はい、これあの雑誌の答えですか、やっぱり。えげつない伸びですな。おー、綺麗。これは自分が作ったメダカじゃないのは意外と、ねえ、腰が弱いっていうか。いやいやいや、だってこれなんすか、このシルバーの乗り方。銀帯まではいかんやろうけど、その他のラメが乗りすぎちゃって横まで行ってますもんね。自分だったらこれにちょっとドラゴンブルーとか全が比例染める印紙持ってるんだったら掛け合わせて作ってみたい気が。絶対綺麗なんですよね。はい、ただブルースターダストとかそこら辺の系の魚になると嫌なんで、この紫の発色と体内光をいい塩梅で残してヒレ長にするとか最高やと思うんやけども。あら、これはすごい。あー、でオスも結構乗ってますね。いいですね。で一応まあ区分けて、これ緑光光ですか。これで緑光光。はい、すごいな。これちょっと推しな魚ですね、本当。あー、すごい。ちょっとあえて値段伏せときます。あの動画で皆さんに紹介はしますけど、こういうのはあんまり値段言わない方がいいと思いますんで。すっごい。はあ、屋内撮影でこれっていうのがすごいですね。屋外だとどんだけビカビカなるっちゃろか。ほう、ほら、せいちゃん見てみろこれ。よかろがな。あ、サイズもちょうどいい。よかよか。ちょっとパパね、今回ねこれが一番当たりかもしれん。よかばい。